すげえ、みんな真っ黒ですね、今度。さっきのやつはちょっとブラウンっぽかったですけどね。うわ、まだ出てるし。すげえ。子グマは子グマでもちょっと大きいね、はい、成長している感じですね。うわ、子グマ2頭なんて書いてあるの？あれ係員だから。あ、そうなんですか。うん、多分大きな気分だ。コグマちゃんね、やっぱ車のエンジン音とかも慣れちゃうんだろうね。うん、うわー、関心ストップ餌やり、ストップ餌やり落ちそう。いやいや、すごいね、可愛い、ね、そこまでして。おー、大丈夫か、大丈夫か。ちゃんとケツから降りるんですね。人間と一緒じゃないですか。本当。おー、すごい。登れんのかみたいな。あ、長け崖というか普通に登れるんで。うん、ね、さっきのちっちゃいのが今年生まれたとして、これもね、なんか1歳ですかみたいな感じかな。子供はやっぱ車気にしますけど、親はもう完全に無視してますもん。ね、もう、そうだね。ああ、消えてきますね、多分。まあでも本当こんだけ慣れてるとちょっとみんな誤解するよね、本当に。そうですね。危なくないじゃんって感じだね。確かに。